渡辺登吉1月10日から1997年3月17日は、日本の囲碁騎士。東京浅草出身、帰省者、経営者に、所属、九段。狩金純一の娘婿にあたり、藤沢倉之助との十番後など、日本起因騎士との対局を行った。吐き物賞の父、稲垣周三郎は、五月で、浅草今とので、一。 小林健太郎、父の腹違いの兄である、関元吉らが開いていた、必ず紹介という誤解に参加しており、命名は、塩栄院の僧に頼んで、必ず紹介の一時を取って、上り吉と名付けられた。その後母方の実家の生を継いで、渡辺生となる。1923年の浅草都市の市で自転車で、怪我をし、その時に世話になった医師と酒屋の息子から号。 教えられた。1924年に仮金に入門し、2年後の1926年に帰省者初段を許される。その後、万長報の意語欄執筆を行い、1933年に仮金の娘文と結婚。1935年五段商談。新聞統制の対策で読売新聞が静岡新報を買収すると、その意語欄を担当し、 天名人選を開催、読売の三掘り進む覆面師らと信仰を持つ。また1941年に仮金が経営者を設立すると、その裏方を取り仕切った。1941年には、読売の企画による仮金と、個制限の十番号が5曲で中止となり、続いて、日本起因と経営者の若手同士、藤沢倉之助と渡辺の十番号が行われた。 両者ともに6段だったが、渡辺は日本棋院の騎士とそれまで対戦したことがないため手合割りが問題となったところ、勝利木松太郎が百論一打だとして押し切り対戦が実現。第1局は、先番渡辺が序盤優勢となったが、白番藤沢が高争いで粘って逆転4目勝ち。第2、3局も藤沢が連勝し、ここで打ち切りとなった。 1960年に読売の第3期最強戦に出場。続いて旧名人戦、規制戦にも参加。第2期名人戦予選では3連勝。第4期規制戦九段戦では、関山敏夫に続いて高川角を破るが、3回戦で梶原武雄に敗れた。1961年九段。寄風は本因坊よしに系統。 アマチュア指導にも力を入れ、基礎の執筆も多い。名誉本因坊に勝利、第四期規制戦九段戦二回戦1979年2月1日、高川角、渡辺昇吉黒1から7は、渡辺の愛用の布石。左上黒21から難解な戦いになり、黒51が長江の一手だった。しかし黒57が白58と打たれて悪く、黒59が、 給与の手段だった。この後、右下隅の黒を動き出して、激しい戦いになり、右下白を取り込んで稼ぎながら、中央黒への攻めを巧みにしのいで、147まで黒中をしがち。他に、上赤秘伝、囲碁格言上達法、囲碁捨て石戦術、囲碁ハム手撃退術、起碁必ず昇法、囲碁入門、優しい白の打ち方、囲碁上達の手筋、 三つ子曲の打ち方、詰め後200台などがある。ありがとうございます。